ルクレツヤ・ブティはルネサンス期のイタリアの修道所であり、後に画家フィリッポ・リッピの恋人になった。ルクレツヤは画家の聖母画のいくつかのモデルであると信じられている。フィリッポ・リッピの聖母子と二人の天使1450年から1465年。聖母はブティをモデルに描かれたと信じられている。ウフィツィ美術館所蔵。ルクレツヤは1435年に、 フランチェスコ・ブティとカテリーナ・チャッチの娘として、フィレンツェで生まれた。彼女は、プラートのドミニコ会のサンタ・マルゲリータ修道院で、修道所になった。ジョルジョ・バザーリによれば、修道院の初心者、または寄宿生であった1456年に、ルクレツヤは、修道所の祭壇画を制作するように依頼された、フィリッポ・リッピと出会った。リピは、修道院のために制作していた絵画の聖母の、 モデルとして、ブティを要求した。絵画を描いている間に、ブティに恋をしたリッピは、プラートの死と、トマスの生体行列から彼女を誘拐して、近くの家に連れて行くという、大きなスキャンダルを引き起こした。その後、画家が彼女を、修道院に戻らせようとしたにもかかわらず、ブティは、ドゥオーモ広場にあるリッピの家に留まった。1457年、ブティはリッピに息子、フィリピーノ 1465年に、娘のアレッサンドラウンだ。コジモデ・メディチの介入により、二人は、教皇ピウス二世から結婚するための免除を受けたが、バザーリによれば画家は、武器との結婚を断ったという。ルクレツヤは、伝統的に、フィリッポ・リッピの、聖母子と二人の天使、プラーと大聖堂の聖ステファヌスと洗礼者聖ヨハネの、フレスコが連作の、 ヘロデ王の共演のサロメのモデルであると考えられている。ありがとうございます。